今。おはようございます。あー、マシュマロありがとう、かわいい。 おはよう。そう、今日ね、今日は前座の日です。前座に出演させていただく日です。おはよう。朝からたくさん来てくれてありがとうございます。今日もかわいい、ありがとうございます。おはよう。全然頑張ってね、ありがとう。そうちゃん、おはよう、仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って、お仕事。今日も公園行くね、ありがとう。今日行くよ、両席よろしくね、頑張りますね。 今日、そう、おとといぶりの今日は前座です。ねえ、楽しみでもありつつ ちょっと緊張。受付間に合うように全力で仕事終わらせます。あー、受付したい。うちは作ったよ、9日に持ってく。楽しみ、ありがとう。9日もね、そう、9日も昼夜で前座にね、出させていただくので、プレイリスト、そうなんです。昨日発表されたんですけど、 LINE ミュージックさんでプレイリストをね、作らせていただく、今月から作らせていただくことになりまして。聞いてくれた？ありがとうございます。そう、3月ってことで卒業ソング、アイドル×卒業ソングで作らせていただいて、あ、そう、あれ後ろに名前あったっけ、そう、貼りました、今日から。 そうなの、たくさん聞いてありがとね、聞いてくれて。そう、アイドル好きなんですよ。いろんなアイドルの方の曲を入れさせていただいて、他のアイドル聞かないから新鮮でした。ありがとう、聞いてくれて。 アモロありがとうございます。そう、にゃんこクラブのじゃあ、にゃんこクラブのじゃあねで、いい曲ですよね。 名前ちょっと読みやすい、ありがとうね。おはよう、来ました。あ、来てくれてありがとう。おはよう。さほちゃん、初めて買ったのは CD、 なんだ、 CD だったかな、何の CD だったっけ。私初めて買ったのストリート担当になるって聞いたらいつだった。でも先月とかだった気がします。さ ちゃんのおかげで初めて LINE ミュージック、本当にありがとう。さちゃん、アイドル好きなの、なんて書いてあるんだ。ああ、好きなの分かった。あ、ありがとうね。レイヤーさんが来た方ね、そう、いろんなグループさんの、あ、今日も寒いね。そう、いろんなグループさんの卒業ソングというか、そう、入れさせていただいて、自分が初めて買った CD は西野カナさん。そうなのか。なんだったかな、私。そう、セットリスト結構時間かけて選びましたよ。 今日の夜公演行くのでよろしくお願いしますね。おはよう。そう、あ、なんだっけ、昨日この話しようと思っ、なんか話そうと思ってたのに、メモをしたのに忘れちゃった。スマホに書いたから見られない。 おはよう、フォローよろしくお願いします。ありがとう、フォローよろしくって言ってくれて。おはよう。そう、なんだっけ、
メモを忘れちゃったプレイリストにセンス感じた、ありがとうね、ありがとうございます。あおちゃんおはよう、おはよう、今日も来てくれてありがとう弾き語り聞きたい、弾けないんだなそう、プレイリストに白剣入ってて配信見に来ました、ありがとう、そう入れさせていただいてね、プレイリストに。そうなんです、結構いろんなグループさんの曲を入れさせていただいてて、ギターはスイスイさんに頼むしか、確かにあーすごい可愛いで、ありがとうございます。カラオケのお箱ってありますか。カラオケ行ったら歌う曲、でもなんだろう、わかんない、毎回気分でその時ハマってる曲を歌えますね。ギターどれぐらいしたの。してないんですよ、ギター。ギターは軽音が好きで買っただけで弾いてないんですよね。本当にあの軽音の放課後ティータイムの You and I っていう曲があって、それのテレレレレテレレレレのとこしか弾けないです本当にそこだけなので、本当にギターはマジでできない、持ってるだけですね。いろんな曲聴くだけでも大変そう。でも曲聴くの好きだから、あの本当に家でずっと曲聴いてるのでサロちゃんはボーカルでおはよう、あーすごいフォローもありがとうございます。ギター買うのは買った、そう買うのは買ったんですよ聞いてないだけで。懐かしいあ、今日も来てくれてありがとうありがとうございます。おはよう、そう何かな、ギターは音楽の授業でっていう、指がつりましたね。あれ指大変ですよね、押さえる力、指の力がなくて思い通りにできないし、だからもう諦めました。ギターは練習したいけど、楽譜もなんて言うんだろう、楽譜読めないし、あれもなんかこの鍵盤なんて言えばいいのかな、なんかそう、それもわからないから。そうなんですよ、楽器がね弾けなくて、ピアノとかも習ってなかったからね買ったけどしないの分かる、自分も同じだからね、買って満足しちゃうんだよねギターはね練習しようって一時期すごい思ってたんですけど、やっぱねそうできない、できないなって感じで独学では無理でした、習わないと。ベースは指先が痛くなるし、そうなのか、ベース左手の指先の皮膚がガチガチになる。サホちゃんはいつからゴルフしてるの。小学校2年生の時から習ってて、小2から中1まで習ってました。でももう最近はねあんまりねしてないウクレレのんが楽よ。そうなの、遅刻した、おはようございます。あー来てくれてありがとう、おはよう、おはよう。練習してさやさんの後引き継いでほしいな、頑張るよ今でもないから送ってもらわなきゃフォローしました、ありがとうございます。すごい GT オルフルしてないですか。それはあゴルフのベストスコアは全然私そんなに上手じゃないんですよね。最後に回ったのも結構前だから120切ってないぐらいですよ、全然うまくないおはよう、そう全然上手、そんなにうまい方ではないんですよ。一回大会に出たことがあるんですよ、中学生の部みたいなやつに。そしたら本当に全然でみんなうまい人たちだったから、そうね
わあすごい、初訪問がたくさん。なんだっけな、昨日メモしたのに忘れたのよ本当に。ああ話そうと思ってたのに、ウルフグに呼びしましょう、え入りたいですとか言ってそう距離がね、うん、頑張ってくださいね、ありがとう。え、そう最初の大会、そう卵、え、なんであれどう言ったっけ私、そう緊張しすぎて卵逆に飛んだっていう話そうなんですよ緊張しいなもので、本当に最初の大会はやばかったです、緊張しすぎて。あ、やばい、え、なんで朝のさショールームってこんなにさいつもさあっという間なんでしょうね、私全然喋ってるつもりないのに、もう ある意味ミラクルじゃんさあちゃんミニスカートとキロットどっち派？ミニスカ派です、でもあんま履かない、あでもそうミニスカ派ですね、ミニスカ派全然。そう佐藤ひろかゴルフやったら左で打つのかな、え、そうじゃないですか、左利きのやつありますよね、なんかクラブめっちゃ喋ってるよ、え、そうかなそう、時間経つの早くて、最近昨日とかほんとあっという間でした、ショールーム、いやそう、おはっす、おはっすおはよう。インタビュー記事を熟読してるからちゃんと覚えてる、すごい、すごすぎる、うん、はじめまして、はじめまして、仕事の時間は長いけどね頑張ってね、お仕事、最近さおちゃんのこと好きになり始めて、始めるのに2回なってる、ええー、毎朝来てくれてるよね、ありがとう、本当にありがとうございます時間解禁されたら無限に配信やって、そう、ええー、わかんないよそう、どうね、一番入りたいのはラーメン部、ラーメン部に入りたいです、そうラーメン部に入りたいんですよ、私ラーメンが好きなんです、そうごめん今ね、そうだっけ、ももちゃんとななと食べに行ったっていう話あ、そう思い出した、何話そうとしてたか、なんかお寿司屋さんの、なんかお寿司屋さんってこれ言っていいの、くら寿司でなんかちいかわとコラボが始まるっていう、今日から、今日から、そう今日からコラボが始まるらしくて、それをねどうしてもね食べに行きたくて、昨日無理やりももちゃんに食べに行こうってそう言ったっていう話をしようと思ってたんだ、ずっと思い出せてよかった。そう皆さんも回したことありますか、ガチャガチャのやつ、あれ当たったことないんですけど、私は枚数たくさん食べなきゃね当たんないよねあれ、そうでもそれをどうしても行きたくて、新潟にね来てからまだね回転寿司に行ったことがなくて、そうそうなの、そうなの、そうびっくらぽん、そうなの、それをどうしても行きたくて、あーよかった思い出せてめっちゃ嬉しい、そうなの、そうなの、それの第1弾が第3弾まであるらしいんだけど、今日かららしくて、どうしても行きたくて、行きたい行きたいって昨日の夜電話で言ったっていう話をしようと思ってたんですそうだ思い出した、ちいかわだとどのキャラが好き、私うさぎが好きなんですよ、着せ上げてて可愛いですよね、まあ、美獣っていうのが一番なんですけど、そう新潟のくら寿司でと、そう探したらねちょっと遠そうだったけどね、でもまあ行きたいですよ、行けないかもだけど、ちょっとなんかももちゃんと電話してる感じ、多分これは予定的に行かないっていう流れになりそうだけど、でも行きたい、
そう、うさぎ推しなんです、私も。そう、それで昨日もじゃあチュアレイヤーだったのか、全然違う絶対に違うけど、そうだってその後だもん話したのね。くら寿司今日から激込みな気がする。でも行きたいんだよね。あー行けなさそうだけど行きたいでもうさぎかわいいよね。うさぎかわいい。そうそうなんですよ。なんかフィギュア、ミニチュアフィギュアみたいな、なんて言えばいいんですか、マスコットのやつが欲しいクリアファイル先着みたいだから行くしか、え、もう無理じゃないですかそれ。今日みんな絶対さ初日でなくなるパターンのやつな気がする。これもまた、そうそうだよ、私マックのカービィもゲットできなくて、ももちゃんとそれも行ったんですよ無理だった、なかったそうそうなんです。おはよう。あーもう57分になってしまった。その話をしようと思ってたんだ、ずっと忘れてた。桃と仲良しだね。桃呼び、桃ちゃんそうそうなの。あと2分早いよ。じゃあなんかスクショタイムします。何しようかな。でも今日全然前髪もひどいし、キャー、そうこれを作ったっていうのを見せたい。すごくないこれ。どんぶらお子さんとも呼ばれてるね。そうなのかわいい。モモポーズで、モモポーズネコ耳します。はい、撮れましたあー初見の方が今すごい来てくれてる。ちらおはよう。そうなのやばい、あと1分しかないです。お疲れ様でした。ありがとうね、朝から来てくれて。皆さんもお仕事頑張ってください。9日の公演、うちはペンライト持って東京から行くね。サチャオシです、ありがとう。そう今日の前座もよろしくお願いします。お仕事頑張ってください。猫耳持ちお願いします。あ、しますします。取れたかな。来てくれてありがとうございました。また明日とかやるので来てくださいね。朝からありがとう、お仕事頑張ってください。全然頑張りますバイバイ。